何やんた。ちょっちゃん。びっくりするわもう。ねえ、寝る前行ったのに夜中。ちょっぴょ。なんか。まあでもよかった、家でできるのはいいことだね、ちょっぴ。びっくりした。びっくりした、まさかと思って。目の錯覚かと思ったがやち。ちょっぴ。ちょっぴちゃん。ねえ。ちょっぴちゃん、ちょっぴー、やっちゃったね。ちょっとそれ不満だよ、不満だよ、ちょっぴちゃん、不満だよ。これでもあれですよね、タイルカーペットのいいとこだよね、これね。汚れたところだけ外して洗えるという。ちょっぴー、ねえ、まあ、これきっかけであんた家でできるようにちょっとなってくれるといいんだけどな。梅雨明けもしちゃったし今日。ねえ、ひーちゃん、ちょっぴおしっこしたわ。ちょっぴ、よいしょ。まあまあまあ。いえどね、よっ。よいしょ。よいしょ。チョピちゃん、はい、交換。はい、交換完了。チョピ。そうそう、そういえばね、このタイルカーペット、どこで買ったんですかっていうね、DM ちょろちょろっと来てたんで、まあ今せっかくなんでこういう機会なんで言っておくと、前はね、同じデザインで、よいしょ、幅がね、40センチ、あれ40センチだよなこれ。ん、ちょっと待ってよ、40センチだよね。幅が40センチで、通りっていう会社のタイルカーペットを使ってたんですけど、なぜか、黒色がね、生産中止になっちゃって入手できなくなってしまったんで、困ったなと思ってたらですね、これニトリが販売してるね、タイルカーペットなんで、それにね全部買い替えました。で、通りのやつよりもね、少し毛足が長くて、ちょっとおしっこしたらどれだった？こっちにとくか。毛足がね、少し長くて、ちょっとふわふわしてるのと、安いんで、すごくいいと思います。こう裏もね、まあ、これ、裏のやつ、滑り止めを一応これ貼ってあるんですけど、この1枚だけ。よっ。本来は、あ、これも貼ってあるな。角も貼ってあるか。よいしょ。まあ、裏もね、こんな感じで、かなり、しっかりとしたね、滑り止めの加工されてるんで、そんなにね、力を入れて動かさない限りは、ずれたりすることもね、ないね、チョピね。これ快適だよね、チョピね。ワン。まあこれからね、ちょうど今日梅雨明けしたんですけど、まあ朝でもね相当の暑さなんで、家の中でできるようになればね、それに越したことはないんだけどな、チョビちゃんね。えって言って散歩やめるわけにもいかんしね。チョビ、ここおいで、ここおいで、チョビ、おいで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 、くぬまあよかった、とりあえず。よっ。
はい、というわけでですね、まあ、今朝ごはんをね食べてたんですけど、よいしょ、チョピの残りをねTちゃんが食べてて、よかったねなんて言って撮影してたんですけど、その間にねしれっとおしっこしてたチョピちゃんでございました。それでは皆さん、また何チョピちゃんおしっこしたよ、おしっこしたねチョピそれでは皆さん、またね、バイバーイティちゃん、ティちゃん偉いね、ちゃんとトイレトレーでできるもんね、偉いね舌出てるよ、ちょびちゃん舌出てるよ